ラッセル鎖蛇は、爬虫交友輪目、鎖蛇かダボヤ族に分類される蛇。ダボヤ族の模式種。インド、パキスタン、スリランカ、ネパール、バングラデシュ模式標本の産地は、コロマンデル海岸。全長は平均で120センチメートルで、最大で166センチメートルの記録がある。体色は、褐色、高褐色など変異が大きい。胴体には、 暗色の砂上の反問が入る。頭部は三角形で、尾は短い。本種の毒は鎖蛇の中でも特に強烈で、人間にとっても致命的。毒性は、出血毒及び神経毒で噛まれると強烈な痛みでもがき苦しむことになる。また、出血毒の作用から、助かっても後遺症が残る場合が多く、手足の切断に至るケースも少なくない。そのため、 現地では最も恐れられている、ヘビの一つ。以前は、ダボイア族は本種のみで構成されていた。2001年に、ミトコンドリア DNA の首都クロムビート 16S な、分子系統推定から、マクロバイパーアモリタニカエムデゼティパレスチナクサリヘビ、バイペラペイリースティニーが、本種と単系統群を形成するという解析結果が得られ、これらの種をダボイア族に含む説が提唱された。 2007年に、ミトコンドリア DNA シトクロム B などの分子系統推定からアシュ、DR サイアメンシスとされていたベンガルワンイトウの個体群を遺伝的距離が大きいとして独立種 D サイアメンシスに分割する説が提唱された。草原や農地など、比較的開けた湿気の少ない土地に生息する。夜行性だが、涼しい場合は、日中でも活動する。動きは簡単だが、 突発的に素早く動くこともできる。幼ヘビは特に神経質である。危険を感じると体を膨らませ、噴気音を上げて威嚇する。食性は動物食で主にネズミを食べる。他に小型爬虫類、陸生の蚊に、サソリなども捕食する。幼ヘビはトカゲなどを好み、成長するにつれて下春ル食に特化する。餌のネズミやトカゲを追って、 人家付近や畑にも入り込む。そのため人間と接触する機会が多く、分布域の広さや攻撃的な性格も相まって噛まれる被害は後を絶たない。繁殖様式は体制。1回に20から63頭の幼、蛇を生む。1984年にインドの個体群がワシントン条約付属書3に掲載された。インドでは4大毒者として恐れられている。 ちなみに、他の三種は、カーペットバイパー、インドコブラ、アマガサヘビである。ありがとうございます。